雪村の嫁になれるランキングをつけようぜっていうので作ってきたんで、はい、うわねえこれ食ったらまた病院送りめっちゃうまい、美味しかった、めっちゃうまい、あーこれ完全に雪村の好みのね、熟知した人は分かるとね、いいお弁当ですね、すごいね、うん、すんごい、おめちゃくちゃお腹空いてるよ、うん、手がバキバキになってる、海鮮でギップしたみたいな本当にトヤバミビルバラシです、雪村ちゃんに届けるお弁当を作ったぞ、イエーイ、これはなんか美味しそうなおにぎりとなんか美味しそうな肉団子とかなどなどです、私はピーマンの肉詰めと無限ピーマンです、私は、卵焼きと流動食です流れていきますこれをね持っていくんだね、持っていて食べてもらって順位を決めようよ、うん、そうね、誰が一番これで雪村の嫁になれるかっていう、うん、そうだね、そう嫁選手権、そうで誰がどれを作ったか言わずに採点してもらう、うん、渡そう、そう渡して、うん、で食べてもらって、うん、その後に誰がどれを作ったかっていうのを発表しよう、うん、そうだね、予想は予想は、いやまあ俺が一でしょ、雪村ね米好きやけん硬い、これあこれ硬い、米硬い、うん、でもあいつゼリー好きやん、でも俺はハンバーグ食べたいって言う、あーそうだね、言ったけ硬い、でこれ肉あるけん硬い、これ甘い、論外論外モテてみましょうか、見ましょうか、じゃあ早速雪村のところに行ってこよう、レッツゴー、はい、いつです、お待ちしてました、違う違う、そうじゃ、そうじゃない、ウーバーイーツです、ブー、ゆきむらだ、ゆきむらちー、イエーイ、ということでね、はい、そう俺たち弁当作ってきたんだ、おー、弁当、弁当、しかも、うん、なんと、はい、3つ作ってきました、1人1個作ったってことです、はい、1人1個順番に作った結果3時間かかりましたそうなんです誰がどれを作ったかは一旦、うん、伏せて出すから、うん、どのお弁当が一番美味しかったランキングつける、あなるほど、雪村の嫁になれるランキングをつけようぜっていうので作ってきたんで、はい、うわ、じゃあ出していきますね、お願いします、ちなみにね、胃の調子がすこぶる悪いからね、うん、それもやっぱ点数に入ってくる、あ、はい、でしょ、やっぱ胃の点数もやっぱあるんで、ね、そんな考慮してますよね、もちろんもちろん、一つ目ですね、うわお弁当っぽ、じゃあまず次二つ目ね、はい、はい、うるすぎこれが最後のね、最後、うん、嘘だろ、ねえこれ食ったらまた病院送りになる、あぁ分からんよ、大丈夫大丈夫、何これ、もう見た目、でもでもこれとこれはおまけがこう、うん、これは制作者、これセットです、あーセットってことね、靴には無難にまずこれからいこう、うん、あこちらの弁当が、あの、はい、まあ、まずおにぎり、うん、とミートボールとか卵が入ってて、であとはまあウインナーさんがね、あ本当だウインナーが入ってる、ピーマンもちょっといただきます、っていう弁当になります。じゃあいただきます。はい、まずはおにぎりなんですね、うん。これが一番うまそうやからね。これがまずかったらもうあと全部まずい。わかんないよそれは。うまい。おお。うまい。しっかりうまいわ。よかった。これ混ぜ込みご飯っていうのかな、的な感じだね、的なやつってさ、椎茸が入ってるから結構避けてくんやけど、うん、ちゃんと多分あの好みを分かってくれている、椎茸が入っていない、うん、そう謎のなんか黒いビラビラがいっぱい入ってるこれ昆布ですね、あ昆布、素晴らしいシェフが作ったんでしょうね、これね、うん、はい、めっちゃうまい、なんか、ね、多分気のせいなんやけど、うん、豚骨感、チャーハンっていうか中華感がある、あ隠し味が入ってるんじゃないですかこれもしかして、ね、もしかしたら、そうですね、もしかしたらそういった味付け、あこれ、ね、美味しかったですか、めっちゃうまい、あーこれ完全に雪村の好みをね、うん、熟知した人が作ったでしょうね、いいお弁当ですね、このエクスパリスみたいな食べよう、あうまい、えちなみにこれも手作り、さすがにそれは手作りじゃないんじゃないですか、ね、おそらく湯煎されたであろう、あーなるほど、ね、すごい食べるね、うん、すんごい、めちゃくちゃお腹空いてるやん、こちらの方のやつには届かない可能性が、うん、
これ超美味しかったね、はい、もうあでももう一品もう一品隠れてるもう一品ピーマン、はい、まあ、ピーマンとピーマンとこれただのピーマンじゃないのピーマンと、うん、でもそれもまた一つの料理そう一つの料理全部一つずつやっぱ、うんうん、味わっていただかなまあでも美味しそうあなかなか高評価なお弁当なので、うん、そうですね次ですね次次同じピーマンでもやっぱ味付けが違ったりとかそうですねあ最初さお肉が見えてなくてまずただピーマンだけ詰めてあのツイッターとかたまに回ってくるさ、うん、奥さんと旦那さん喧嘩してさ次の日のさ奥さんが作った弁当がさ福島弁当それかなと思ったけどちゃんと肉が入ってるねピーマンの肉詰めはねそもそも好きなんで、うん、好みを抑えているという形で、ね、抑えてる人が作ったんでしょうねでも家庭 の, そのピーマンの肉詰めみたいなやつ食うのって多分もう実家出て初かなおいただきますはい口に入れた瞬間、うんまってなっておすごいぞってなったけど体中の細胞たちが今塩分過多で目がバキバキになってる海水でディップしたみたいなえすごい味濃いいやすごいね濃いんだ味濃いのこれ、うん、うん、ピーマンは大丈夫ねうんちなみになんけど、うん、おのおのさこのなんていうあ味見はしたの出来上がった時あなんか物によって、まあ、物によって物によって基本的にその雪村の体調が、うん、まあちょっと今体調悪いよっていうので、うん、まあ汗もかいてるそうそうそう結構どっちかっていうと塩分過多で作らせてるあの塩分必要だよねっていうので、うん、みんなテーマでちょっと結構塩分いるよね、まあ、濃い味にはなってるのかな、うんたぶんね、塩のタブレットみたいなやつある、うん、あの熱中症防止のやつあのタブレット多分20個分ぐらいそんなに濃いやんわからんめっちゃ濃いやん個体差があるんかもしれんこれ、もう一個、うん、確かに、ムラある可能性ですから、うん、そうだねなるわじゃあ塩分過多やけ、これで中和していけばあ、そうそうそう、これもある野菜で中和すればいいです今すごいハッハしとるから、雪村、うん、それ食べてね、こう間取るのとうん、まあこれもまあこのままピーマン味付けされてるの多分パクッと塩分でやられちゃって味分かんなくなっちゃったこれ、うん、ピーマン好きなんでおー、うん、それは良かったこれ美味しいこの、この横のなんか粉焼きみたいなやつ付け合わせ何て言う付け合わせ付け合わせそう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 この子たちやばいでも俺多分やけどこれデザートやと思うよねああ三段なるほどだ、ね、からこの今このカッカなってるのを最後これで締めてくれ的ななるほどねあれなんかなと思うから一旦ちょっと一旦ステイね一旦ステイじゃこいつを開けさせていただきます、はい、オープンああ卵焼きどうした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 あれ草薙の剣みたいなペタンコすぎんこれまあこれもまた味があるんじゃないですかね結構開けたり開けましょう開けましょうでもね卵焼き好きやからねああ、うん、やっぱりそこもねやっぱ抑えてくるわけですよ、ね、みんなやっぱ分かってるんやみんなねそうだね熟知した上で作ったんやねそうふわとろだふわとろでございますいただきます塩分持ってこいなんですよあーうんあ、うん、ママ塩分、塩分を欲しているママ塩分欲してるポイント高し、ポイント高しポイント高しポイント高し相対的に口に入れた瞬間に、うん、カッテラムズの先入観で、はい、しょっぱいのサババ焼きやと思って、ねのね、食べたんやけど、うん、甘かったんや、うんうん、でもまあそこは2秒でクリアしたんや、うん、甘い卵焼きオッケーオッケー、うんうん、オッケーオッケーってなっちゃうけどただ甘いんじゃないよね、うん、深いな甘さ深いな甘さだからねちょっとぬるいんやほんで甘焼き自体がね、うん、うんうんうん一気とるこの卵焼きもうちょっとだけ食べてみようただ甘いだけじゃない可能性がある、うん、あーうまい無理って無理いただきました無理いただきました無理らしい無理だと無理らしいわどうやら成人男性の同じ鍋と分からん分からんなんかねもうやばいんよだって制作者一緒でしょあそうですこれセットじゃんでちょっと見た目マシマシというか美味しそうでこれで、うんうん、美味しそうじゃないやん今から来るんでしょ美味しそうじゃないですか一回食うわ一回食うわ一回食ってみよう一回食う一回食ってみましょうこの量は縮れた気がする
様子見ましょう。でも家庭見てないと怖いね。作られる家庭。いただきます。あ、美味しい、うん、おお美味しい美味しい。そのゼリーね。え、ほんでこのガワのやつは。ガワのやつ美味しい美味しい美味しい。なんでトマト無理なんだけど、これとトマトも一緒に。え、トマトと一緒に行くもんだ。一緒がいいんじゃないですかね、おそらく。どうですか、食えん食わない。おお、これもね、だってちゃんと作ってる人も、うん、ちゃんとね、あれね、ふざけてる場合でござらんからね、決して。そうそうだよ。決してふざけてるわけはござらんから。雪村をぶっ壊してやろうと思ってないですから、これ。あともう一個具材が入ってるんですよ、確か。え、あ、そうです、そうです。掘ってみてください。いろんなところに下がり、ちょっとそこの方に沈む。なんかレーズン味のあるやつが。あー、いました、いました。なにこれ。いただきます。なんか分からんけど、うまい。あー、これデザートとして機能したんじゃないですかね。うん。トマトは、いらんかったね。そろそろ採点のお時間ですかね、これは。全部食べてもらったんでね。この人に関してはさ、卵焼き込みで、あ、セットです、セットです、もちろんもちろん。だからどっちかが低くなってもこっちで上がってるかもしれない。両方で上がってるかもしれない。確かに確かに。食べた順に発表しようかな、はい、最初に食べたこのおにぎり弁当、うん、点数は、はい、星8個です。おー、かなり高得点なのでは。そう、普通にまずおにぎりがめっちゃうまかった。ミートボールで挟んでやるやつも、うん、あのうまかった、うん、マイナス2点としてはこうピーマンの味付けが、うん、なんかちょっとなんか違うかなみたいな。違う味付けやった。ちょっと違うかなっていう味付けやったけど、うん、はい、出てきて文句言うレベルのあれじゃない。ちょっと8と。のですごい良かった。あ、うん、でこちらの、はい、ピーマン弁当くん。ピーマン弁当、はい、星6個ですね。あ、ちなみにこう補足させてほしいのが、うん、俺が元気だった場合、うん、7は上げてもいい。あ、まあでもね、今日はね、その、うん、体調不良をっていうコンセプトでしてたんでね。胃のコンディションの問題でね。胃のコンディションと療養中か、うん、ほぼ味のないようなもの、ウィーダーとか、うん、で薄味のものをずっとグッとったから、うん、急にこの塩分の上昇は、うん、体がマジびくついたっていうのがあって、なるほど、ね、ちょっと6点かなっていう、うんうんうん、最後こちら卵ゼリー弁当。卵ゼリー弁当。卵ゼリー弁当。はい、こちら。はい。バン。星。マイナス2億7千。最悪。マイナス2億7千です。なんてものをうちに持ち込みやがって。こいつ。誰か知らんけど。割り振りで言うね。うん、このゼリー。うん、9点。おー。めっちゃ高いじゃん。トマトと一緒に食わなければ。うん、めっちゃ良かった。じゃあ、こいつだけ持ってきたら優勝しとった可能性あると思う。そう。こいつが、マイナス2億7千9。もう本当に、まずい。ってことですね。はい。これね、誰が作ったかっていうところだよね。当ててみて。あー。当ててみて。これが、うん、ルイマル。あー。これが、トウヤ。おー。どう考えてもパーだ。正解。言い訳させてほしい。言い訳させてほしい。こいつ、こいつに関しては俺の意図せぬ混入がたくさんある。だから俺はただの砂糖の甘いこのネギ入りの卵焼きを作りました。ほなまず砂糖がなくて、砂糖ないって言って、じゃあなんか甘いのないかって。ああ、うん。あ、蜂蜜でいい。蜂蜜でいいんだよ、これ。こいつがなんか垂らして、止まんない、止まんないって言って、とんでもねえような蜂蜜が混在してるわけ。あの喉にいいかっていうのにゴーしたわけ。ああ、なるほど。ただそれが、おじさんのうなじを、こう、なんか助け立ちしたというか。あ、なんか握って入れるようきゃさ、でも止めてって言われて止めようと思って話したんやけど、ずっと垂れてくる。から止めれんで、止めれんでって自然に止まるのを待った結果、うん、結構入った、結構入った。なるほどね。まあ、でも統括して言うと、うん、全部うまいはうまかった、うん、もう、うん、ありがとう、ね。これをね、三木村しこたま食ってもらって、うん、はい、元気出してもらうということで、うん、じゃあこれら辺でもこれもちょっと置いていきますね。いらな、置いていくんで、これを食べて、ゆっくり時間かけて食べてね。これ、ここまでは、これだけ持って帰っていい。ここまでは全然もうあのいいんだよね。これもギリや。これ電車みたいにこれついてる。くっついてる。くっついてる。
んな一緒に乗車券、乗車券おじさん無理雪村が戻ってきたらまた通常で4人でどのまま行きましょうと、はい、ということで雪村も大事に、はい、元気になれよ。じゃあ、嫁、なんだっけ、嫁コンテストや、嫁コンテスト、これ、うん、嫁エントリーコンテストということは、1位のお弁当はトーヤだから、トーヤが俺の嫁、一緒にベッドあるからベッド行こう、無理無理、病み上がり、病み上がり体壊れちゃう。T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.